一本しか残ってないんですよね。私も昔よくやったことあるんですけど、あの作るのめんどくさいんで、みんな返してくれないかな。なんかね、修行人さんがね、なんか福本自動車僕のことなんか言ってるみたいなんで、ちょっと見てみますよ。どれだっけ、どっか行っちゃった。あ、これか。よし。あ、福本自動車さん、こんばんは。コメント入ってましたね。はい、こんばんは。うまく連動しないですね。何、尊敬する先輩の福本自動車さん。先輩じゃないよ、あんた。大人気 YouTuber。 今リロードしましたので、右側の画面に出ました。事業人さんもね、自動車整備士なんですよね。え、だいぶ前ですね。偉大な YouTuber の福本自動車さん。いや、福本自動車さんのチャンネルは YouTube で福本自動車、自動車の車が連呼してるやん。連呼旧社会の会と同じかな。言い過ぎやろ。ちょっと例えが悪いですよ。旧社会の会。あのね、この人会ったことないんですけども、福本自動車、自動車は自動車ではありません。オートモビルではありません。ヤフーブログで自動だから、ちょっとお知り合いになりまして、シューデント一度追ってみたいですよね。シューデント、福本シューデント、旧社会の会で。この人も YouTube やってて、また生配信やると思うんで、また生配信にここで宣伝させていただくと、チャットで飛び込みたいと思うんですけども。なぜかと申しますと、福本自動車さんは、ヤフービデオキャストというオワコンがあったんですけど、はい、ヤフーが YouTube に、YouTube ブームに乗っかろうと思って、ビデオキャストというものを始めたときに、確かガラスかなんかを破壊する映像で、はい、やりました、入賞をしてます。賞も取ってます。そのぐらい、はい、ウェブ投稿では先駆者です。あれ終わっちゃってね、あのビデオが残ってないんですよね。福本さん、残念ながら。コメントあったらコメントください。テストのために見てないかな。ということで、偉大な先駆者で、またね、ライブ放送やると思うんで。この間も話をしたんですけど、福本自動車さん、また仕事終わったらヤフーブログとライブチャットに飛び入りしたいと思います。別館やったのかな、別館とか言ってやってまして、ヤフーブログのブログがこれまた面白い。あのブログの書き方が淡々としなくて、この人ね、多分ね、僕と同じ年なんですよ。前置きがありまして、まず前置きで一つをちょっと面白い。昔あの仕事が暇で、あのブログとか書いて、そういうブログも書かれてましたんで、まあ面白いブログだなということと、まあ和歌山、あの近所の人に見てもらいたいんですけども、なぜネットっていうのは、あの、もう、配信されると思いますけど、日本全国で見てくれるんですよね。その点は、モノマネ大会で、日本全国の整備士さんとお友達になれまして、もうとっても嬉しかったんですけども、すがし顔でしたっけ、のモノマネをして、そっくりさん、今日はもう字幕入れないでおこう。モノマネ大賞出たりとかしてる、面白いキャラクターの方で、意外と本人出たがり屋なのに、なんか目線を入れたサングラスをして出てきたりとか、もう顔バレバレなんですけど、目線を入れたサングラスをして出てきたりとか、マスクをして出てきたりとか、目線のサングラスの時の下の顔とマスクをした時の上の顔を合成すれば本人の顔分かっちゃうじゃん。そういうオチがあるような感じですよね。いやといった面白いところがありました。まあ、ネタが面白いですよね。あの福本自動車さんのブログのネタで、これね、あの自分で作ったんですけども、エアバッグ破裂したら大変なことになるって8本ぐらい作って、今からエアバッグ破裂するの、うん、
気をつけろ、みんな逃げろよって言ってたら、エアバッグ、エアバッグのネタ、まあこう、こう貼っとくわよ、貼っとくわ、見てね、みたいな。せっかく今お披露目する前になんか破裂しちゃったりとか、ね、落ちがって、これみんな欲しいって言うんで、まあ、そうやっぱ あげちゃってプレゼントしちゃって方面を引くような一本しか残ってないんですよね、まあ、私も昔よくやったことあるんですけど、あの作るのめんどくさいんで、みんな返してくれないかな、返して返して編集してっていうのはすごい、あ、編集ね、編集大変ですよね、構成も考えたりとか、編集も特に編集なんかすごい時間かかります、編集時間かかりますよ、いろいろこう切り替えとか切りにこだわったりすると一つのカットだけで何十分もかかってしまうことがありますんで、あの動画を拝見すると非常に一度会いたいんですよ、修行人さんとね、感心するところがあるんですけど、あの会えない距離じゃないと思うんやけど、まあ、まあお互い忙しいみたいでね、まあ偉大なる、先駆者として、まあ、先輩にちょっと今日質問をしてみたんですけど、編集ソフト、今の人すごい経験してもらってますけどね、Facebook 誘ってくれたのがこの人ですね。Facebook って最初わかんないじゃないですか。何が面白いのと。それを、Facebook、楽しいからやろうよと。Facebook やって、どういうソフトで音楽やってる人って Facebook やってる人多いのね。このデジカメだとちょっと、それでミュージシャンと和歌山の地元のミュージシャンとたくさん知り合いになれて、ビデオ編集ソフトに関してはすごいいい情報、とても嬉しいですよ。こんなダラダラ配信じゃなくてちゃんと編集をして、この方です、この方です、足すごいですね、この回り方、この自転車のこのクイック感もいいですけど、ずっとダンシングですごいですね、これ何さん、すごい足が回ってます、タカさん。というわけで、いつか修行人さんに会いに行きたいと思います。すごい足の筋肉すごいですね、まあアバターですけど。